ですね、最近ちょっといろんなことがあって、いやこれちょっと声優レッスンちゃんと受けに行かなあかんと思って頑張って受けに行ってるんですね。この前行ったらめっちゃ人いて、すごいね、人がねいっぱいいたの。それがさ、なんか学校みたいなわけよ。いやもうめっちゃ楽しいのね。つまりもさ、なんかノエルとかとさ、もうなんか楽しみ、新しい筆箱とか買っちゃうみたいなのずっと言ってたんだけどさ、まあ、結局買わなかったんですけど。でっていうぐらいもうキャイキャイしながらね言ってたわけ。まずさ、なんかその前に出て自己紹介しますみたいな、もうなんかみんなわーってなってさ、誰から行く誰から行くみたいな、もう先生そっちのけで結構盛り上がってたのね。でこんにちは〇〇ですみたいな、なんかシシロボタンですとか猫バターおかゆですとか一人ずつ言っていくわけ、最近あったことと。もうみんなさ、なんかノリがいいから、もううるせえの、ずっともうずっとうるさくて、なんかおーとかよーとかずっとね、みんなねワイワイ言ってるわけ、先生いるんだけど、もう始まる前とか、え何これ楽しいみたいな感じでめっちゃね騒いでたら、なんか先生になんかいい子たちねって褒められてこんなに授業楽しんでくれるなんていい子たちねってすごいね褒められて、まずそれだけ喋れるってことは本当にすごいのよとか、すごい褒めてくれるの、その先生が。もうだからさ、完全にスバルたち調子乗ってたよね、まずみんなでさ、こんなに褒められることねえよなってもう思ったことを言う先生なのね。なんかすごくそれいいよとか、素晴らしいことなんだよと思ったら、それは絶対伝えてくれるのね。それ良くないよっていうのも絶対伝えてくれるのね。なんかね、スバルは まずね、その自己紹介した後に、まず最初に声がとても大きい、とてもよろしいです、でも発声は全くできていませんって言われて、そうなのってな、そうなの嘘じゃん、こんなに声でかいのに発声できてないって嘘だよと思って、自分はね自信あった声でけえから発声はできるんだ。そしたらゴリ押してるだけだったわ、デシベルで、みんなごめん。でもなんか先生いろいろ説明したの、まずなんか筋肉つかなくてみたいなで、いろいろ説明してたら、あなたはあれね、体のいろんなことが負の連鎖みたいな、なんかこう体のいろんなことが負の連鎖につながって、それでもなんとか今この発声ででかい声を出してるみたいな、なんか結局そういう感じらしい。もうそれ聞いた時にスバルさ、もう心の中炭治郎みたいになってた。なんか煉獄さんたちは鬼に負、なんか人間たちに不利な夜の街で戦ってるんだ、スバルはいつも負の連鎖が起こりまくってる、発生に全く向かない体で頑張ってるんだっていう、そういうなんか炭治郎がねずっと心の中で叫んでます。そうでも口を大きく開けて発声するということなんですけれども、口を大きく開けるとこういう喋り方になってしまうので、声変わらないんだけど、ちょっとまだぎこちないんですけれども頑張っていきたいと思います。はい、では続いてなんかね、ノエルから切り抜きでもスバル見てたんだけど、見たことあったんだけど、なんかすごいライブが良かったみたいな、なんかそういう内容のメッセージがすごい深夜にね急に来たの。でもスバルすげー嬉しいのね、本当に。なんでかっていうと、スバル本当に何にもできない状態でホロライブに入ったから、スバルよりデビューが後だったとしても、もう大体みんなのこと尊敬してるのね。だからそういうさ、なんかさ、すごいなって思ってるそのメンバーとかから褒めてもらえるって、もうめちゃめちゃ嬉しいのね。そう、スバルね、永遠の後輩だから、そう、もうノエルとかはさ、もうとにかくさ、メンタルの強さとかさ、人に対する思いやりの深さとかさ、でもスバルノエルとかの配信結構好きでさ、そのスバルに持ってないものを全部持ってるから、
なんか人と話すときにノエルみたいになれたらいいなって思ってる。こととかもめちゃめちゃあるん。だからもうすごい嬉しくてさ、でノエルにありがとうみたいな、もうノエルのこれも最高だよみたいなね、チャットをねいつも送るんだけど、で最近思ったのはさ、なんかさ、ホロライブって確かにそういう文化あるなって思って、つまりそれマジでいいなと思ったの。そのいいなって良かったって思ったやつは結構言うんよ。スバルも言うようにしてて、なんか結構ね、なんかスモックあたりとかはね、褒めてくれる。そう、なんかスバルもさ、ポルカのさオリジナル曲めっちゃいいなと思って、ポルカにえこれめっちゃいいじゃんとかめっちゃ送る。いやスバルはさ、そのさ、幸運なことにさ、もう最初からさ、そういう場所でこうずっといるから、そういう場所にいさせてもらってるから、なんかでもやっぱりその他のなんか現場とか、なんか別の場所とかに行くと、なんか声優の先生とかも言ってたんだけど、なんかみんなでよく遊んだりするのみたいな、みんな仲いいのみたいな、あ結構タコパとかしますよみたいな話するんだけど、珍しい、なんかすごい珍しいんだって。そう、結構驚かれる、仲良くて。そう、いやゼロ2期これ何期からできたんだろう。いや分からんけど、でもそう、最初からそんなんだったな。まあノエルが好きだという話でしたね。はい、はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.